это, госпожа Мега? Мы сами с ним разберемся. Я властитель десептиконов Гига. А я властительница Мега. Гига и Мега? Твое время пришло, Оптимус Прайм. Оптимус Прайм, я знаю, что ты считаешь себя непобедимым, но ведь всегда есть кто-нибудь сильнее тебя. Не победить. О, нет. Мега, сливаемся. Трансформирую. Слияние. О, нет. Оптимус Прайм, ты ведь не знал, что мы можем так... Ах ты! Вот тебе для начала. Ну как тебе, Оптимус Прайм? Будет жечь? Будет так горячо, что постепенно ты высохнешь? Злобная тварь. А с вашим проектом бомбардировщика у вас ничего не выйдет. Дига, я не позволю тебе победить. Смотри! Тебе и конец, Оптимус Прайм. Нет. Нет. Наконец-то я почувствовал вкус побед. Когда Оптимус Прайм умрет, это будет огромным ударом для автоботов. Давай воспользуемся этим, чтобы уничтожить наших врагов раз и навсегда. Скоро мы сможем править всем миром. すべて OKだ。予定より少し遅れたわ。急ぎましょう。合体完了。月面へ向けて全速発進。 証拠りもなく汚な人類、この宇宙を貴様の墓場にしてやろう。やかましい。今度こそ決着をつけてやるぜ。超魂ボルトンマッシャー。超魂デモンブラスト。
ブラックザラックが到着するまでは時間を稼ぐのだ。そうはさせるか。オーバーロード、貴様の最後だ。ゾロにやられるほど弱くはねえ。いくら強がっても我らに勝てぬ。どうだ、手も足も出まい。さあどこからでも来い。サイバトロンが全力を挙げてパワーアップしたゴッド人大は、もしかしてあなたはビッグトランスフォーム。失礼だが、私はオーバーロードというものだ。あなたの名を聞かせてほしい。何？ブラックザラック。帝王に呼ばれてやってきた。ああ、やはりあなたが。待った。あなたに万一のことがあったら、迎えに来た私の顔が立たない。ここは私に任せてくれ。だったらなんだ。帝王に聞いてみるんだな。これだけははっきり言っといてやる。帝王が助っ人に頼ろうと、私は私、甘くないということをな。トランスフォーム。そう、異舞台はね、人雷。お前にふさわしい死に場所ではないか。死ね。メガトランスフォームだ。これまでだな。言い残すことがあったら聞いといてやるぜ。何？これ以上ここで手間取っているわけにはいかん。帝王もおましだ。ひとまず地球へ急ごう。しつこい奴め、くさばれ。大丈夫か、メガ。ええ、オーバーロードのまま激突していたら、あの雪だったかもしれぬ。人雷め、お前たち地球に戻って帝王に伝えろ。トランスフォーム。今何と言った？地球に戻って帝王に伝えろと言ったのだ。私に命令する気か。ここで死にたくなかったら俺の言うことを聞け。人雷とかいうやつ、ただものではない。言ったはずだ。我々の任務はあなたを案内して戻ることだ。しかし、早く行け。移動が楽しみだ。今日こそ必ず奴を葬ってやる。あの二人、なかなかやるじゃないの。命を粗末にする奴などいるものか。それよりこっちの作戦通り、人雷のやつ空中戦で手一杯だ。行くぞメガ、トランスフォーム。もう間もなく決着がつく。
遺言があれば聞いてやるぞ人雷。貴様が空中戦に気を取られているところを砲撃する。それが今度の作戦よ。貴様許せん。おとりの火災も収まったか。人雷、貴様の最後の時が来たようだな。いい眺めだ。銀河、その姿は一体？いいところに来た。オーバーロードで攻撃だ。急げ。いいわ。トランスフォーム合体。我らの恐ろしさ見るがよい。人雷、待っていたぞ。ハイドラ、バスター行け。オットボンバーを破壊しろ。は。人雷、思い知るがいい。いいぞメガ、もう一発俺のも食らえ。そんなところが逃げ場になると思うか。人雷、この攻撃に耐えられるかしら。ゴッドボンバーさえ破壊すればスーパー人雷は翼をもがれた鳥も同然。戦闘能力は低下、恐れるに足りぬわ。人雷め、この程度でくたばるようなやつ。人雷とゴッドボンバー両方やっつけられるとは嬉しい計算違いだな。ゴッドボンバーのおかげで随分と手こずらされてきた。だが、それも今日までだ。よくも動くのである。だが、スーパー人雷は今、ギガたちの奇襲を受けて気絶してしまっている。スーパー人雷、隠れてい。貴様とゴッドボンバーを分断させる我々の作戦の見事な勝利だな。今頃はゴッドボンバーの方もハイドラー兄弟。何？様たちが到着したぞ。トランス！総力とも今に分かる。各自安心してゴッドマスター探索の任務に就くがよい。これはすごい貴重なマスターブレスだ。うん、それはブレスレットの使い方に秘密がある。まず左手を。それじゃあハイドラーの兄貴がシーコンズを。けど少しやりすぎじゃないのかな。妙だ。楽しかったです。スカッとしました。影で見せてもらったがね、なかなかいい線いってた。驚くのはまだ早い。クラウダー、今度はサイバトロンの方を試してみろ。
岩山を背にしてるってことは弱点は後ろ。よし、今度こそくたばったよね。なんだこれは。おお、ここだったのか、サイバトロンの基地は。だが位置だけでは不十分だ。ん？正確な内部構造が分からなければ攻撃のしようがない。クラウダーは必ず探り出すと自信満々でしたが。そうか、ま、次の成果を大いに期待するとしよう。クラウダーとコンタクトを取る時間だぜ。よし、妨害電波でサイバトロンのレーダーをかく乱してやれ。とっくに入れてあるよ。バカ、逆転されたら分かっちまうだろ。切れ。おお、これがサイバトロン基地の。ここを叩き潰せば奴らの戦力は半分になる。だがゴッド人来が邪魔だわね。奴なら大丈夫。ハイドラーとバスターがおびき出し釘付けにする手はず。引っかかったな人来。作戦図に当たったな。直ちにサイバトロン基地へ総攻撃だ。他の敵すでに落ちたり。時が来たよ。光の中で君と。どうした？今日も勝っても。無駄な抵抗、時間の浪費だ。作戦図に当たったな。知らぬは人来ばかり。さて、さらにお見せするか。では例の作戦を。そう、名付けて東大元暮らし作戦。ピンチ、サイバトロン基地大爆発。一方、デストロンのオーバーロードはクラウダーの情報をもとにサイバトロン基地総攻撃。あがいても無駄だサイバトロン。防衛システムなどハエも同然。今までの代わりたっぷりお返ししますよ。次はどのブロックをターゲットに。第43ブロック。ここを撃破すれば基地の機能は停止したも同然。
これで第二作戦は成功した。だがクライマックスはこれからだ。楽しみなこと。これでお膳立ては揃ったな。ではお出迎えの準備を。キングポセイドン、作戦は分かっておろうな。心得ております。ちょっとお早いおつきだな。まあ良いではないか。オーバーロードでおもてなししてやろう。あがいても無駄だ、スーパー人雷。黙れ、今度こそ決着をつけてやる。スーパー人雷、基地と共にお前の命運は尽きたぞ。キングポセイドロ、デストロン第二作戦、シリコンズ軍団出撃。これも作戦の一つ。まだわからんか。この作戦はもともとお前がターゲットではない。基地は間もなく壊滅するのだ。ついに血迷ったか。これで手間が省けるわ。ハハハハ。己、測ったか。そりゃあ。くそ。その頃 M15 作戦の実行を目論むオーバーロードが地球の西半球ヨーロッパ上空に迫っていた。基地をなくしたサイバトロンなどもはやデストロンの敵ではないわ。 M15 作戦開始。ほう。全国の首脳に告ぐ。我がデストロンの恐るべき破壊力は十分分かったはず。これ以上無駄な抵抗はやめ、速やかに降伏せよ。今から3時間だけ待ってやろう。返事が楽しみだ。あと2時間。これが最後の通告だ。万一降伏しなければ、我々は日本に集結して、大都会東京から血祭りにあげてやる。そうはさせるか。サイバトロンのクズどもめ。作戦開始。お前らごとき痛くも痒くもないわ。これ、超コンボルトマッシャー。今だ、ダイバー。おい、バカめ。フェニックス効果。
デーモンブラスト。ブラックザラックよ、雑魚など構っていず東京へ総攻撃だ。オーバーロード。今から10分後には東京は地獄と化すだろう。行くぞブラックザラック。安心しろ、お前らの相手はちゃんと用意してあるわ。その頃オーバーロードとブラックザラックは東京大襲撃を開始していた。あの首脳陣を恨むがいい。行こうせよ、この東京が火の証拠りもなく戻ってきたか、クズどもめ。ギガ様、メガ様、そやつらは私どもにお任せください。人類が死んで司令官を失ったサイバトロンなど、もはや我々デストロンの敵ではないわ。ブラックザラックよ、そろそろ仕上げにかかるとするか。ん？どうやってブラックホールから抜け出たのだ。閉じ込めたつもりでもとどめを刺さなかったのは失敗だったな。ちょうどいいわ、今この場でサイバトロンを全滅させてやる。ああ人類、とうとう最後の時が来たようだな。グランドマキシマスともども地獄へ送ってやる。ショーコンパワー死ねー今だ。全員退却。クソ万一に備えて敵のレーダーに注意し屋上しろ。了解。大気圏を突き切ったんだ。すげー、オイラ宇宙初めてだぜ、ラッキー。僕もワクワク。おい、地球が見えるぜ。どれどれ。なあ、宇宙からの攻撃って一体どんな作戦なんだろう。さあな、わかんねえ。みんなよく聞け。今度の作戦実行にあたって一つだけ言っておく。浮いた気持ちを捨て、厳しい決意と行動力。それで作戦の内容は。実行前の迷いは失敗につながる。時が来るまで待て。変だぞ、どこにもブラックザラックの姿がない。地球から発見されないためさ。ついてこい。は、我々の宇宙の仲間ガードマインダーだ。ガードマインダー、恐るべき殺人マシン。出たようだわ。計画の邪魔をさせるわけにはいかん。行くぞハイドラ。はしつこいサイバトロンめ、トランスフォーム。くれボルトダッシャー、殺人マシンド。くたばれゴッド人類。地球人類の最後だ。そうはさせん。待て、ここから先は行かせん。諦めろゴッド人類、人類の最後が来たのだ。フレイボルトマッシャー。お前の相手は私がする。やった、地球人類の最後だ。あ、ブラックザラックか。続けハイドラ。あ、ちょっと待ってくれ。ヨーロッパ南部ではオーバーロードとライトフットが戦い、その頃。承知しました、ハイドラバスター、ここは任せたぞ。ヘッドマスタージュニアたちをかばっているのか。それでは動けまい。ゴッド人類、ヘッドマスタージュニアともども地獄へ送り込んでやる。何、キョンさんが。キョンさんがなぜそんなところに。
ゴッド人類。ギガ、やめろ。引き上げるんだ。オーバーロード。人雷、聞いているか。可愛い部下を預かっている。それも頼みもしないのに奴の方から基地へお出ま。今見せてやる。それも人雷一人で来させるのだ。ブラックザラックと共に出撃し、三方に分かれ主要都市同時多発攻撃を加えるのだ。可愛い部下の命に関わることであれば、人雷は一人でもここへ来る。だが裏切り者は裏切り者、かけがえのないゴッドマスターだが、その坊やと同じ運命をたどってもらう。タートラーのことが本当なら残念だ。サイバトロンの坊や、死ぬ時は司令官も一緒。ここに乗り込んでくるのを楽しみにしていろ。ダメだ。来たな。それも一人で。タートラー、部下の手配は済んでいるな。あっちこっちに配置してやる。人雷、お前の命も今日までだ。タートラー、サイバトロンの小僧を牢から出しておけ。待っていたぞ人雷。会いたいか。逃げて司令官。可愛い部下を死なせたくなかったら武器を捨てろ。だったら言われた通りにしろ。こうなることが分かっていながら飛び込んでくるとはいい度胸。敵の司令官ながらあっぱれと褒めてやる。司令官。オーバーロード様、ゴッドボンバーがここへ。ゴッドボンバーだと。ゴッドボンバー、手を出しな。その司令官とシュータのピンチを知る由もなかった。キャンサー、しまよったか。銃を捨てろ。おいらは強くなりたくてデストロンに入ったんだ。お前たちはただの人殺しだ。落ち着け。仲間割れしてどうする。そうはさせるか。逃がすか。ゴッド人雷、よくも卑怯な手を使ってくれたな。ほざけ。決着はいずれつけてやる。命を粗末に使いおってバカめが。何をしている腰抜けども。デモンブラッシャー、こしゃくな、メガチャイルド。そうはさせるか。お前たちのその目。あの地底にはワイルダーとブルホーンが落下して。気になるのか、あんな小せがれが。今まで共に戦った同志なんです。しかし。わかりました。計画進めましょう。時を移せば奴らに脱出の機会を与える。セットシュート。海底基地を失ったデストロンはここアマゾンのジャングルの中に潜んでいた。地上の人類を根絶やしにしてやるのだ。デビルゼット様、それは早計かとも。ギガ、わしに指図しようというのか。そうじゃありません。私は以前から言っているように、人間を知り人間の弱点をついてこそ
この地球を我らデストロンの象徴。お前はわしに従っていればいいんだ。なぜだ。わしの言うことをなぜデビル Z 様は分かってくださらないのだ。ならばよい。私は私なりにやる。なぜだ。なぜ俺たち兄弟はゴッド人類に勝てないんだ。兄さん、どうしてなんだ。兄さん。それは俺たちが人間だからだ。肉体的に弱い人間だからだ。しかし、聞け。人類を倒すには人間の弱い肉体を捨ててロボット人間になるしかない。ロボット人間。そうだ。トランステクターに人間の生命を融合させ、ロボット生命体に生まれ変わるんだ。デビル Z 様のお力でな。我らは生まれ変わるのだ。強く人間を超えた存在にな。何？ロボット生命体に生まれ変わっただと？デビル Z 様のお力によってな。バカ者め、お前たちは何も分かっとらんのだ。分かっていい。我々は人間を超えた。いや、ゴッドマスターさよ。どうだ、バスター。今こそ生まれ変わった超生命体。ゴッド人類、今日こそ決着をつけてやる。悪の権化デビル Z の合体したブラックザラックの人類絶滅作戦。地球人類の危機を救えるのだろうか。そしてオーバーロードが傷ついたゴッド人、戦えゴッド人類。ゴッド人類の前に宿敵オーバーロードが立ちふさがる。サイバトロン決死のアタック。ゴッド人類、ここから先は俺の屍を踏み越えなければ進めんぞ。それほど屍になりたいのか、オーバーロード。おざけ、屍になるのはお前だ。行くぞ。どうした人類。来たか、雑魚ども。人類よ、待ってやるから這い上がったらどうだ。何？司令官ともあろう者が部下の前で無様な格好は見せられまい。お前とは正々堂々と戦って決着をつけたいだけよ。行くぞ。来い、ゴッド人類。とお探し小ネズミどもが。オーバーロード、相手はこの俺だ。奴らのところへは行かせん。安心しろ人類、奴らごときザコどもがいくら束になってかかってもブラックザラックの敵ではないわ。俺の宿敵はウッド人類、お前しかおらぬわ。どうした人類、恐れをなした。だがオーバーロードはなぜ武器を使わないのだ。もはやこれまでか、人類。
勝負はこれからだ。行くぞゴッドジンライ。問答無用。丸腰は打てん。銃を取れ、オーバーロード。俺は体力の限界へ挑戦している。己の肉体の素晴らしさを誇るためにな。俺は俺だ。デビル Z とは違う。どうしたジンライ。俺は宿敵ゴッドジンライの肉体に勝つためだけに命を懸けているのだ。ならば聞いてくれ、オーバーロード。俺たちの勝負はデビル Z を倒した後にしたい。貴様の任務など俺には関係ないわ。ただ決着をつけるのみ。逃がさん。今にデビル Z に英雄を飲まされて地獄に叩き込まれるぞ。言うことはそれだけか、ゴッドジンライ。俺たちサイバトロンにその力を貸してくれ。お前も人類の滅亡は望んでいないはず。俺の生き方は俺が決める。お前を倒し俺の力を証明するのだ。なるほど。ふたまえ、ゴッドジンライ。武器を使ってでもサイバトロン司令官としての任務を果たす。撃つなら撃て。俺は逃げんぞ。どうしたジンライ、撃て。オーバーロード、しぶとく生きていたのか。邪魔するな。肉体を持たぬお前などに興味はないわ。戦え、ゴッドジンライ。ケンシロウ、こやつらを生かしたままで。今逃がす手はありません。サイバトロンの追撃など怖くはない。怖いのは人間どもの心なのだ。急ぎ。やむえん。なんだと。おのれ懲りない奴らめ。よし、わしが叩きのめしてやる。行くぞハイドラ。お邪魔あるな。貴様らに何ができる。俺様に任せる。貴様らのためにわしの作戦もめちゃくちゃだ。ブラックザラック様、お許しを。お腹立ちはごもっとも。しかし、ダメ。ブラックザラック様、もういいでしょう。許してやってください。貴様の出る幕じゃない。引っ込んでおれ。ハイドラ、バスター。ひどいだと。あまりもの仕打ち。私は彼らの司令官。部下に対する理不尽な仕打ちを黙っているわけにはまいりません。貴様など司令官だとは思っておらぬわ。なんただの無能者よ。オンドムウィー。わし一人の力で地球を我が物にしてみせる。自分の仲間を攻撃するとは血迷ったか、ブラックザラ。オーバーロード、奴の正体を見ただろう。直ちにここを立ち去れ。ゴッドジンライ、なぜ私を。ゴッドジンライ、捕まれ、オーバーロード。ゴッドジンライ、俺を離してくれ。一人なら逃げられ。バカ言うな。俺は仲間を見捨てないぜ。仲間、捜査仲間さ。オイルタンク、シックスナイト、シックスナイト。俺が戦っている間にサイバトロンメンバーを結集するんだ。分かった、ここを頼む。俺たちはどうしたらいいんだ。シックスナイト。
人類の平和を脅かす凶悪なデストロンと、オーバーロード、名誉挽回のチャンスをやる奴をやっつけろ。それ借りを返すぞ、ゴッド人雷。ゴッド人雷、やつを生かしておくな、やつを。たがれ、ゴッド人雷。前もデビル Z 様がやられた。ゴッド人雷、戦いが終わったと思うなよ。